曲がるね、やっぱ怖い。はい、左曲がりました。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、テツです。はい、今日はね、娘と2人でプチツーリングということで、はい、どうも。名前何するんだお前。はい、半年ぶりぐらいですかね、うん、NVX をね、降りるときに一度ね、後ろに乗せて走ったんですけども、その時はね、ちょこっとだけその家の近所をプラッとね、走っただけなんですけども、今日はもうかれこれ1時間以上走ってまして、はい、で私もこのね、オプションに乗り換えて、半年ぐらい経ちましたんで、まあ、そろそろね、運転にも慣れたんで、はい、まあ、娘乗せてね、走ってもいいかなと思って、はい、今日は乗っております。で、目的地はね、一応ルート66 忘れたけど、私がね、初めて、達也さんと行ったライダーズカフェにね、ハンバーガーを食べに行こうかなってなってますんで、はい、娘と、はい、今日プチツーリングといった内容になりますんで、はい、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。お願いしますよ。そうそうそう。でもこれほんま持つ走ってる最中に撮りたかったな。今のこういうの何回もやるんや。いやー、何回も撮ってる。そうやで、何回も撮って、で一番ええやつを撮ったりとか、次はぎして撮んねん。行きまーす。はい、あ、いける？いける。今ちょっと早かったな、ブーンって。ほら、これが怖いねんな。ほら、右の方混んでるやろ、道帰り、これ。怖いな。これが嫌やねん、もうほんまに。そうやろ、やっぱでもスピードが出えへんな。うん、乗ってたら。あそこに見えるのが千田のイオンか。見える？あ、ほんまや、イオンや。で、これ右の方にもなんかちょっとなんかあるはずやで。何この小さい建物は。右の方？左？あ、いや、これな、なんかよくわからんけど、泊まれるんちゃうん、これな。泊まりっぽいな。あ、ほんまやな、知らんかった。いや、ほんまになんかそんなアスレチックみたいなのあるやろ。あ、そうな。うん、なんかバーベキューとかできる。そう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 、そういうスポットよ。バーベキューとか。へえ、このなんかリンクパークマーチか。あ、ロングパークなんか、なんかバブルビーチとかなんかロングパークってあるやん。あ、そう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 、なんか離れてるな、やっぱりな。なんか変わってる時、なんかどっちが正解かわからん。こっちでもええんちゃん、お食事どころ、温泉うなぎかば焼きたんで。なんか和歌山みたいな。ほんまやな、和歌山にありそう、こんなとこ。パパなんかいつもと座る位置が前、なんかケツめっちゃ痛くなってきた。ほんまに違う。うん、なんとなく、いつももっとこう自由にこうやるやん。もう今日同じポジションずっと座ってるから、ケースめっちゃ痛んできたわ。これをね、どっか曲がらなあかんねんな。あ、さっきやったかな。あ、あれヤシさんや。ヤシさんや。誰ヤシさん。ヤシさん知らん。うん、マーブル行ったらおったんちゃうかな。あ、会えたんちゃうかな。うん、ヤシさんはね、キャラが濃いから、うん、バイクと体型でわかる。あ、いや、向こうは気づいてるかわからんで。あ、うん、あ、でも手振っただけ。うん、バイク乗りはみんな手振るからね。うん、やえーって言って、うん、手振ったら手振り返してくれるんよ。わかんないよ。うん。行きまーす。この道も混むんだよね。混むな、どこも。せやで、もう。パパ、ここまで自転車で来たことあるんやで。三崎公園の方までな。うん、自転車、めちゃくちゃ遠いんやろ。いや、ほんで、パパはその時にさ、結構自転車で遠出するの流行っとったやん、自分の中でな。うん。ほんで、その時にまたさらに遠くに行きたいなと思ってたんやけど、なんか、自転車ってやっぱ限界あるやんか。ほんでこう、まあ、もうちょっと遠く行きたいけど、いや、これ今から、ね、その先行ったら時間かかるし、無理かなーとか思ってたら、ちょうどその時にパパの横を、まあ、バイクがブローンって通り過ぎたんよ。ほんで、これやと思って、バイクや。そうそうそう、ほんでバイクを乗り始めたんだよね。うん、すぐ免許取って、で、バイク買いに行ったんだよね。うん。うん。そう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 。え、なんで一番始めた？
え、 YouTube はあれよ、そのバイク乗り始めた時にそのバイクどんなバイクがあるんかなとか、で教習所どんな教習所でどんな練習するんやろうとかこう見てたら、いろいろ見てたら、その YouTube、 そう YouTube で見てたら黒狐さんを見つけた。そうそうそう、家の近所走ってる映像があって、え、何よこれと思ったら、なんかすごいあのアニメの声優みたいな喋り方して、こう家の近所走ってる人の動画があったんよ。でそれが黒狐さんやったんよ。ほんで、何やこの人、何やこの人と思って、でそんなアニメの声優が家の近所走ってるわけないしなと思って見てたら、そういうあのバイクで、まあ、そういうバイクでその動画紹介するっていう YouTube のジャンルがあるっていうのを知って、ほんで、ああそういう元ブログっていうのあるんやと思って見始めたのがきっかけで、うん、それで YouTube、 そうそうそう、ほんで見てたら、あ、なんか俺もやりたいなと思って、ほんで始めた。うん、なんか黒狐さんの動画見えへんかったら多分始めてないと思う。まあ、ただまあバイク乗るときに YouTube いろいろ見てたから、もしかしたら始めたんかもしれんけど、でもやっぱきっかけは黒狐さんやな。それ見て、うん、最初さ、最初は練習で違うの上げたけど、もともとそのバイクで始めようと思って、あの始めたから。あ、バイクから、うん、でも最初練習。そうそう、練習でパソコンとかあれもみんな消したけど、もともとバイクでやろうと思って、みんな揃えたと YouTube で練習で上げてただけで。うん、バイクをやるつもりで練習してました。あ、もちろんもちろん。じゃあ、黒狐さんと同じようなことしようと思ったの。うん。何言ってもあるみたいなの。普通に言っただけでどういうか。突然、突然、パパどうしたんやみたいな。そうだ、だからもともとはこうやって自転車でこの辺来てて、でもさすがに遠出するのにしんどくなってきて、でバイクがその時に目の前を通り過ぎて、あ、バイクというものがあるんだなと。それまでほんまバイクなんか見ても乗りたいとも思ってへんかったの、うん、だってそんな全然乗ったこと、乗ろうほんま思わへんかったよ。え、やっぱり乗ってた。いや、昔あの原付乗ってたよ、高校生の時。でもその時だけよ、高校生の時だけ。うん、ないないない。そんなバイクなんか怖いしさ、乗りたいとも思ったことなかったから。そうやけど、ここまで自転車で来たんやね、ここ。ほんまに。すげえやろ。ほんでさらに遠く行きたかったんやけど、いや、さすがにこれ自転車で行ったらしんどいなと思って、ほんで、ほんまその時に、ほんまたまたまバイクが横を通り過ぎて、あ、これやと思ったよね。バイクや、うん。そうそう、バイクや思って。でも、こんな会えないよね。せやで、たまたまな。そこまで来たんや。うん。まださらに先行ったで、三崎公園の向こうの方まで行ったからな。パパが。パパ、前な、フィッシュバーガー食べてな、それも黒狐さんが食べとったから食べてんけどな。黒狐さんとエッジライダーさんって人とカブに乗ってるヒロさんって人3人でそこに行ってる動画があって、でそれ見て達也さんと一緒に行って、で黒狐さんがフィッシュバーガー食べとったから食べようって。何食べようかな。もうそろそろなはずやねんけどな。そろそろよし立ってる今。いや、でもつま先立ちか。あ、でもいつもよりな、やっぱ体重あるから沈み込んでるわ。 足がべったりつく、つかへんけど。つけへん。あ、うん、近い近いわ。え、怖く抜けてきてんちゃうか。え、いける。さすがないか、それは。怖すぎ。怖すぎ。パンクしたやつ。え、いけるタイヤ。タイヤはいけるよ、それ。怖っ。怖っ、怖っ。あれ、三崎公園越えたっけ。いや、あ、まだか、まだか、三崎公園。あ、だいぶ遠いんやな、ほんなら。だってここが道の駅三崎やからな。三崎公園って、うん、行ったことあるっけ。あるよな、三崎公園。子供の頃行ってる、幼稚園の時に。あ、喜んで乗ってたやんか。何を呼んでた。なんかあの上下になんか上がったり降りたりするやつ。これ人力で。あ、人力で、うん、人力みたいなやつ。
あ、まだ三崎公園越えてなかったんか。三崎公園越えらなあかないもん、多分それ。そうなの。ちょっと待って、大手るか。すいません、ね、通り過ぎとったらびっくりすんな。やば。でもなんか似た景色やで、この辺が。そうなん、右手にあんねんけどな。右手に見えるのが三崎公園駅やからな。あ、そうなん、うん。公園駅。三崎公園は何もないから今。そうなの、でも何もないっけ。え、いや、なんか遊園地は潰れてるやん。え、うん。どういうこと、え、前は遊園地あった。え、遊園地あったやん。え、どういうこと、三崎公園の遊園地行ってたやんか。それ潰れたの。うん、潰れたやん。もう、いや、人来えへんからちゃう。あ、うん、なんか遊園地やってたな。ちゅうか、え、幼稚園の頃行ったで、あの、イルカのショーも見たやんか。あ、今までほんまにそんなもんないってこと。ないないない、うん。じゃあ何、もう何、何もないけどな。もう何があるか知らんけど、な、潰れてるんやろな。駅の名前、三崎公園って言ったのにあれやな。そうそうそう、だから駅の名前は残ってるはずやで。駅の名前それやのにないって。ここ右やな、深田方面。あれ、ほんまにこんなに忘れるもんなんかな。つくかな思って全然つけへんやんか。なんか、え、もっと近いんかと思って意外にやれた。もう結構しなりだもん。ケツ痛いわ。いきまーす。やばい、やばい、右曲がりまーす。やばい、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 うーん、怖い、怖いわ。曲がりまーす。なんで12度やからまだマシやで、多分今日、うん、みんなバイクで、そこから帰りじゃないの、あれ。あ、もう分かった分かった、ようやく分かった。このもう見える、これで。うん、もうここの右手に見えるわ。あれです、ルート60、あ、65やった。何て言った、66打ったはずやけど。うわ、いける、入れる、入れるやろ、入れるっていうか曲がれる。やばい。え、どこで止めていいの。え、適当に、ここ止めていける、うん、営業時間行ける、ここ止めて、え、ここにバイク止めるで。そうな、うん、イエス、どうしてできるの。じゃあ降りていけるやつ、え、降りていけるけど、待って、降りれる、うん、はい。足が、お、抜けてきた、あ、疲れた。よいしょ、え、ちょっと待って、このベ、あの、え、これ外して、これ、何、ヘルメット、うん、取られた、うん、重たい、ヘルメット。ここがね、ルート66、あ、65です。また間違えた。66で、あ、ちゃ、また間違えて怒られる。65でした。66って何で言いたがるんやろな、パパは。はいよー、はい、助けてくー。よっしゃー。ちょろっとあの神社寄って、ほんで何もなかったらもうすぐ帰って、あのマーブルビーチ寄って帰ろうか。よし、あー、信号がファール、もうすぐ回す、ええ、来いよー。マーブルビーチ到着でございます。わー、綺麗やね。みんなここでバイクのな写真を撮るんやろ。なるほど、みんなそこやってるね。うん、あんま奥に行ってもありやから、この辺でいいか。よいしょ。わあ、いいやん。いいね。うん、飽きよう。え？